じゃじゃーん。どうも皆さんこんにちは、着バスです。今私はホテルニューオータニ、こちら紀伊町のホテルに来ております。はい、ということで今ですね、こちら後ろに見えているのがホテルニューオータニ東京ということで、本日はね東京紀伊町にあるホテルニューオータニ東京に来ております。いやですね、とうとうこちらね泊まりに来ました。で今回ですね、前回ね動画で話した通りですね、この V ポイントを使ってこのねホテルニューオータニの宿泊券にね交換することができるということで、今回ね V ポイント3万ポイントを使ってこのねホテルニューオータニ宿泊しに来ました。まあ、今回ね3万ポイントということで結構ね高額なポイントになるわけなんですけども、今回ねガーデンタワースイートということでこちらね利用させていただきたいななんていうふうに思っております。もうね3時過ぎておりますんで、早速ねチェックインしていきたいなと思います。ということで行きましょう。ちょっとねホテルのねここ道路に面してるところにいるんですけど、あそこまでね結構遠いです。ということで行きましょう。お部屋まではい、お願いします。お部屋の鍵をお借りしてよろしいですか？これでいいですか？はい、はい、失礼いたします。はい、お部屋までございます。はい、ありがとうございます。はい、ということで客室に入ってまいりました。今回ね4512っていうこちらですね、ちょっと暗くて映ってないかもしれないですけども、こちらね普通の鍵、カードキーとかではないね、こういった鍵が、このホテルのね鍵になってます。珍しいですね。はい、ということで客室に入ってきました。今回ねガーデンタワースイートということで、これがどうでしょうか皆さん。リビングエリアです。やばいですね。はい、どうでしょうか。一つずつね見ていっていきたいと思うんですが、まずこちらがテレビですね。60インチくらいかな、ありそうですね。でこちらにね Wi-Fi のパスワードが記載されております。でこちらにテーブルと電話、あとホテルの案内灯とかね置いてあります。で仕事もできそうですね。でここに USB Type-A と AC がありますね。あと LAN ケーブルのコードとかもありますね。でこちら側にコーヒーマシンとネスプレッソですね。はい、であとお水が2つということで、でこちらねリビングエリアですね。はい、どうでしょうか。これがガーデンタワースイートのソファエリアです。いや、いいですね。でこちらがお花とかもね飾られてすごいですね。え、これ本物？あ、これ本物なんだ、すご造花だと思ってたら本物ですね、これは。はい、ということでこちら側に何だろう、これは何これ。あ、これは Bluetooth のあれですね、スピーカーですね。はい、何かと思っちゃった。でこちらがねソファエリア、いいですね。はい、めちゃくちゃゆっくりできそうですね。で反対方向に、渡り廊下みたいな感じになってまして、こちらにまず洗面台です。はい、洗面台は2つということであります。でこちらにねコップと、ハンドソープで、こちらにね今回ね子供と一緒に来てますんで、こういったものをね用意していただいて、ホテルニューオータニのネームが入ったひげ剃り等々がねありますね。歯ブラシ、ヘアブラシとかね、コットンセットなどなどあります。でタオルがあって、なんとね非常にびっくりしたんですけども、アメニティブルガリなんですね、ホテルニューオータニ。これはちょっとやばいですね。これいくらするんだろうとか言っちゃいけないかもしれないですけども、この量やばいですね。これ全部、ここまで全部ブルガリですかね。これは何、あ、バスソルトですね。はい、バスソルトもあります。これはブルガリじゃなさそう。はい、はい、アメニティがブルガリになってます。すごいですね。であとボディタオルとかね、あとこれは何だろうな、コスメティーセットですね。はい、洗顔料、化粧水、グローヘアクリーム、ちょっと何か分かんないけど、あとスキンケアセットっていうのがありますね。はい、あとドライヤーです。ドライヤーはパナソニックですね。はい。という感じですかね。はい、こんな感じになっておりますね。では次にこちら反対側にですね、バスタオルが置いてありまして、こちらがお手洗いですね。お手洗いです。はい、お手洗いね。お手洗いがあって、で反対側もですね、あ、自動でドアが開く系ですね。こちらがお風呂ですね。はい。で、脱衣とここにね、またもう一個お手洗いがありまして、反対側にガウンがあります。で、こちらがお風呂場ですね。お風呂場はそんなに広くないですね。はい、そんなに広くないですけど、まあ家と同じぐらいの感じですかね、スペース的には。はい。で、固定式の可動式のねシャワーがあって、これだけですかね。あと本当にこちらですね、日本といえばっていう感じの、これは石のねあれですね、タイルでこんな感じの絵が描かれております。はい、こういった形になりまして、次はベッドルームですね。はい、ベッドルームがこんな感じになっております。で、今回ね子供と一緒に来てますんで、ベビーベッドとおむつ入れかな、はい、セットしていただきました。いや、いいですね。ではまずベッドなんですけども、カメラに入りきらないな。すごい、めちゃくちゃでかいですね。これはいいですね。で、こちらに、目覚まし時計と電話で、またメモ帳とかね、ティッシュとかも置いてあります。でもコンセント類はなさそうですね。うん、コンセント類はない。で、こちらに電気という感じですかね。電気を操作するパネルがありまして、コンセントはこれを使うっていう感じですかね。枕元には特になさそう。で、反対側にもですね、一応ね座るところとテレビがねあります。いや、いいですね。で、こちらにですねクローゼットあります。クローゼット、ちょっとねここ暗いんでね、ちょっと見づらくなっちゃうかもしれないんですけども、金庫とねスリッパと、あとこれ革靴の形崩れないやつかな。あとこれは椅子ちょっとわかんないですけども。で、こちらに浴衣ですかね。はい、浴衣がセットされております。あ、子供用のもちゃんとセットしてくれてるんだ。浴衣が入っておりまして、まあそれだけかな。はい、よいしょ。はい、っていう感じですかね。いやー、すごいな。いや、すごいですね。はい、こういった形になります。それでは景色なんですけども、まあ、こちらからはですね、残念ながら東京タワーの反対向きにいるのかな。こちらは残念ながら見えないですね。はい、ちょっと見えるかななんていうふうに思ってたんですけども、残念ながら東京タワーは確認することはできないですけども、このね日本庭園とかもね、見ることができるっていうふうになりますんで、これは非常にいいですね。あちらもね後で明日の午前中とかねちょっとチェックしたいと思います。で、窓がねもう1個ありますんで、まあ景色自体はねそんな変わんないですけども、こういった感じで楽しむことができるということで、いや、いいですね。今回25階ということで、かなりね景色はいいです。はい、こういった形になります。ということで、今回ですねホテルニューオータニ、こちら東京ホテルのガーデンタワースイートルームですね、1泊ね宿泊させていただきます。ちょっと前にですねこちらのねクレジットカードね解説出させていただいたと思うんですけども、ホテルニューオータニのクレジットカード V ポイントをですね、このクレジットカードがあるとこのねホテルニューオータニのクーポン券にね交換することができます。で、今回ね V ポイント3万ポイントを利用させていただいて、このねガーデンタワースイートの宿泊1泊ね1泊朝食付きで予約させていただきました。V ポイントね 15,000 ポイントからこのねホテルニューオータニのいろんなホテルにね宿泊することができるんですけども、まあ、今回ね3万 V ポイントを使ってこのホテルの朝食付きをですね利用させていただきます。このねホテルニューオータニクレジットカードを作るとですね、ホテルニューオータニの会員になるんですよね。で、会員になったことによって今回ねレイトチェックアウトじゃなくて、まずアーリーチェックインがですね14時から利用することができて、明日ねレイトチェックアウトもね、まあこちら多分空室状況によると思うんですけども、15時までね利用することがこの客室できるということで、非常にありがたいですね。で、今回ね朝食付きということで、選べるのはですねガーデンラウンジと清井なだまんっていうところとタワーレストラン、この3つがね朝食費でついております。で、もう一つねさつきっていうね最強の朝食ってね、まあ、皆さん聞いたことある方ねいらっしゃるかと思うんですけども、そちらも利用することができます。ですけども、ここだけねちょっと有料、まあ、プラス追加料金になっておりまして、まあ、1,897 円ね追加になるわけなんですけども、まあ、こちらもね選択肢で利用することができるっていう形になります。このガーデンラウンジ、なだまん、タワーレストランに関しては、まあ、これでね1泊朝食付きでついておりますんで、ここはねお金かかんないんですけども、サツキをねチョイスしていただくと、まあ、お金がかかるっていった形になりますね。まあ、こういった感じになりますかね。どうでしょうかね。はい、まあ、今回ね V ポイント3万ポイントなんで ANA マイルとかに交換するとね、まあ、2万1000マイルぐらいにねこの V ポイントね交換することが今ねできてしまうというふうになりますんで、まあさすがにねここまで使わなくていいのかななんていうふうに思うんですけども、この V ポイントをですねホテルに使うっていうこともねできるっていうふうになりますんで、気になる方はですね是非ね利用してみていただければなと思います。まあこちらの客室ね1泊ね何万だったかな、十何万ぐらいしたと思いますんで、まあ、こちらもね悪くないですよね。でホテル自体はですね本当にめちゃくちゃ豪華です。豪華ですけども、なんていうんですかね、ホテル自体はね結構古いんで、まあ、お風呂とかね見ていただいたと思うんですけども、やはりね最近できたようなホテルに比べてしまうとねちょっとね残念な感じはね、まあ、してしまうんですけども、まあ、スイートルームでね利用させていただいてるんで、まあ個人的にはね非常にいいんですけども、ホテル自体が古いっていうことは覚えておいていただきたいななんていうふうに思います。ですけども、まあ入り口からですね本当にいろんなお店入ってますんで、まあ、ちょっとね今まで私もねほとんど外資系のねホテルしかね利用してこなかったんで、結構ね楽しいですね。はい、っていうふうになります。でラウンジがですねあるんですけども、中学生以上じゃないとねこちら利用することができないっていう風になりまして、しかもね16時で閉まってしまうということで、今ね15時なんですよね。ですのでちょっとねちゃちゃっとねラウンジの方ね見ていきたいななんていう風に思います。特にねアルコール等々はなくてソフトドリンクだけのサービスだったかな。ちょっとねそちらも見ていきたいななんていう風に思います。ということで行きましょう。それでは21階のクラブラウンジやってまいりました。行きたいと思います。こんな感じでね営業時間が書いてありますね。では中に入ってまいりました。サービス自体はね、お水とコーヒーの提供ということで、はい、ソフトドリンクも他はないみたいですね。はい、せっかくなんで後でコーヒーいただきましょう。中はねこんな感じになってまして、非常にねくつろげるこのリラックス空間ということで、中学生以上じゃないとね利用することができないっていった形になります。いやいいですよね。うん、もうちょっとドリンク類があってるといいんですが、はい、こういった形になっております。こんな感じですね。はい、でこういったね窓際の席もありますので、ちょっと外を楽しみながらコーヒー飲むなんてこともできますね。ではコーヒーいただきましょう。カプチーノをいただきました。まあ、やはりねこちら知らない方もね多分多いんじゃないですかね。まあ、これねチェックインした時もね特に案内なかったんで、ちょっとそこら辺よくわかんないですね。はい、まあ、一応宿泊者の方は利用することができると思うんですけどね、そんな大々的に言ってないのか何なのかちょっとわかんないですけど、公式サイトには書いてあったと思うんですけどね。一応コーヒーありますんでね、はい、一息つくにはめちゃくちゃ良さそうですけどね。はい、ということでちょっとカプチーノ飲んでゆっくりしたいなと思います。あ、そう営業時間ねここね言い忘れましたけど、夕方の4時で閉まりますんでね、はい、ちょっとどっかで言ってるかもしれないですけども、ですので4時以降はやっておりませんのでね、夜とかは基本的に利用することができないです。ということでちょっとゆっくり飲んでいきたいと思います。それでは日本庭園でねライトアップがやってるそうなんで、そちら見ていきたいと思います。ということで夜の日本庭園にやってまいりました。いやめちゃくちゃ良くないですか、この雰囲気。すごい綺麗ですね。これはぜひね夜に来たら歩いてみてください。こんな感じでねライトアップがされて、非常に幻想的な雰囲気が漂っております。いやいいですね。まあこのね日本庭園のお庭を一周できるみたいな、そんな形でしょうかね。向こうにはね赤くライトアップされた橋とかもあります。でこのね赤い橋もすごい素敵ですよね。どうでしょうか、めちゃくちゃ素敵ですよね。みんなねここで写真を撮っておりましたね。はい、こっちから見るホテルもこんな感じで非常に素敵です。もちろんね、この池にはちょっと映ってないと思いますけど、鯉とかもねいますね。ではこのまままっすぐ行ってみましょう。いやー、めちゃくちゃ素敵だ。これいいですね。はい、という感じで、こちら奥にねレストランになっておりますね。ではこんな感じでホテル戻りたいと思います。それではね、もう真っ暗なね、今夜の12時ぐらいなんですけども、夜景はこんな感じになっております。ちょっとね、東京タワー等々はね、見れないんですけども、このね、夜景を楽しみながら休みたいと思います。ということで、本日のところはこんな感じで休みたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。ただいま、朝6時半ちょっと前です。ちょっと早めに起きれましたんで、朝食行きたいと思います。で、今回は3つ選べるところからタワーレストラン、最上階だったかな、はい、そちらのレストランに行きたいと思います。はい、こちらからどうぞ。今回はベビーちゃんも一緒に来てますんで、ベビーちゃんと息子さんも一緒です。息子さん、おいしいですか？おいしい？ちょっとまだ眠いね。大丈夫？朝食会場はこんな感じです。そんなに広くないんで、多分結構簡単にパンパンになると思います。それでは朝食を終えました。大人ね、今回2名で、子供2人いますけども、5歳の子供はお金かかりましたね。1人3200円ぐらいだったかな、部屋付けにさせていただきました。子供割引料金みたいなのはなさそうですね。で、今ね、日本庭園の方に来ましたけども、ちょっと雨が降ってるんで傘入っちゃいますけども、見てください。めちゃくちゃ素敵じゃないですか。夜もね非常に良かったですけども、朝もいい。天気良かったらもっと良かったんですけどね。まあちょっと軽く見てお部屋戻りたいと思います。いやー、素敵ですね。ここはなだ万本店みたいですね。まあこっちはお茶どころみたいですけど、いや、お散歩するにはここめちゃくちゃいいですね。で、昨日ライトアップされてたこの橋エリアね、雨が降ってることもあり誰もいないですね。はい、よいしょ。錦鯉ですかね。綺麗ですね。いやー、いいな、ここすごいいいですね。あ、やっぱり散歩してる方いますね。傘さして、私たちと同じように、まだね朝が早いんでね、今朝の8時ぐらいなんでね。あ、こんな感じでここまで来れるんですね。ちょっと足を滑らせないようにね気をつけないと、もう本当にそこ池ですね。どうでしょうか。ホテルがこれですね。ホテルがこれです。いやー素敵ですね。ではこんなところで一周して客室帰りたいと思います。いやーぜひこちら来た際にはお散歩してみてください。非常に素敵です。はい、ということで今回ですね、こちらホテルニューオータニ東京のガーデンタワースイート1泊朝食付きね利用させていただきました。今回ね V ポイント3万ポイントねこちら利用させていただいたわけなんですけども、いかがだったでしょうか。いやホテルとしてはですね本当にねやっぱりスイートルームということで広いのはね本当にいいですよね。はい、子供をね走り回っておりました。はい、でまたね今回ね V ポイントでこの3万ポイントで宿泊するとこのねガーデンタワースイートでまたね朝食、2名分ね利用することができるっていう風になりますんで、まあ、お子様料金はですね、まあ、別途かかってきてしまう部分はあるんですけども、まあ、朝食もね非常に美味しかったです。で課金すればですね最強の朝食っていうねさつきっていう名前のね朝食もね選択することができるんですけども、まあ、今回ねちょっとどっちを利用しようかね非常に迷ったんですけども、まあ、今回はね初めてということでまたね V ポイントでどんな感じで利用できるのかっていうところにね焦点を当てた動画をね、まあ、作りたかったので今回はまあ普通にね40階にあるねタワーレストランで和洋食ね利用させていただきました。まあ、もう一個ねガーデンラウンジだったかな、はい、ロビー以外にあるねところも利用することができるみたいなんですけども、まあ、とにかくねどこの会場もねガーデンラウンジだったかな、ガーデンレストランか、そちらはね結構広いんですけどもそこもね、私たちが出たぐらいなんで、まあ、8時前ぐらいだと思うんですけどもそれでもねかなり並んでましたんで、で私が行ったね40階のレストランの会場の方もね非常に混雑しておりましたので、まあ、利用される方はですね本当にね早めに行かれることをねお勧めさせていただきます。もう朝食でねやっぱり待つってね結構ねテンション下がりますんで、まあ、早めに行っていただくとですね、はい、まあ、並ばずにね行けるかななんていうふうに思いますので、私たちはね本当に6時半開始とね同時ぐらいに行ったんですけどもそれでもねもう10組以上の方ね中入ってましたんで、まあ、早めにね行くことに越したことはないのかななんていうふうに思います。まあ、今回ね久しぶりに日系のホテルにね宿泊させていただいたわけなんですけども外資系とねそんなにねサービスレベルはね、まあ、日本国内なんでねサービスしていただけるのは日本人の方ですので、まあ、そんなに変わらないっていう感じで、まあ、非常にね大満足の滞在となりました。で、駐車料金に関しては、宿泊者はね無料で利用することができますので、まあ、今回ねV ポイントの宿泊券で、まあ、こっちは来てるわけなんですけどもそれでもね無料で駐車料金ね無料で利用することができます。これ大きいですよね。はい、ここ東京の紀伊町ですからね昨日夕飯ね町の方で食べたんですけども普通にね60分1000円とかね結構お互いね駐車料金でしたのでこれがね普通に宿泊者の方は無料でねこの敷地内に泊めれるっていうのはね結構大きいですかね。あと高級感がね非常にありますんでこの点はね非常に良かったかなっていう感じですね。また日本庭園もね非常に素敵ですのでもしね利用される方はねちょっと行ってみていただきたいななんていうふうに思いますかね。まあそういった感じですかね。今回ねアーリーチェックインが14時からね利用することができてレイトチェックアウトもね15時までね利用することができたっていう風になりますんでこれがね V ポイントで利用することができるっていうのはね非常にいいですかね。まあ、今回ね、まあ、3万ポイントということで結構ね高額なポイントで宿泊させていただいたわけなんですけども、まあ、スイートルームをね利用することができるっていう風になりますんで V ポイントねめちゃくちゃいいですね。是非皆さんね V ポイント貯めていただいて、まあ、こういった感じのね利用方法もね15,000円ぐらいからですねこのホテルの宿泊にね利用することもできるっていう風になりますんで是非こちらもね覚えておいていただきたいななんていう風に思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。